平成6年度より空節より体験制制度を設けております。今年度も4人の体験生が第19期生として昭和村にやってきました。空節焼きから織りまでの工程を5月から約11ヶ月かけて体験します。今日はその体験生がご紹介する形で空節織りの着物、帯、小物を皆様にご覧いただきたいと思います。その涼やかな装いをお楽しみください。まずはじめにご紹介するのは細田孝子さんです。帯地がつりの着物にぶどう柄の帯を合わせました。空節らしい着なりのすっきりとした落ち着きの中に帯地がつりで赤みのある色に染められたひし形模様が織り出されています。その可愛らしい雰囲気が気に入り迷わず選びました。合わせた帯はきなり地の帯で、スイという技法を用いてお太鼓全体にぶどう柄があしらわれています。一色でも模様を描き出すために丁寧に何回も糸を通しています。薄紫のショールは透けるような柔らかい織りが強い日差しを遮ります。巻き方一つで印象を変えることができ、服装の和洋を問わず取り入れやすい小物です。次に伊勢ひろこさんがご紹介します。空節の着物には珍しい透け下げの着物です。白地にグレーで蜜色が縁取られた有数模様が空節という夏の素材の清涼感をより一層引き立てます。すらりとしたシルエットでしっとりとした大人の装いを演出します。帯はグレーに染めた糸を使い、平織りを基本としながらおじりという技法で化学模様を織り出しました。おじりとは織るときに手で縦糸をねじることで作る模様です。ざっくりとした風合いのこの帯は夏の帯にふさわしい一品です。水野恵里さんがご紹介します。爽やかな水色に惹かれてこの着物を選びました。フェアで披露するのは初めての着物です。おしどりが絵がすりで織り込まれています。絵がすりとは織った時に柄ができるよう必要な部分だけ染めた横糸を作り、織る時は絵がずれないように糸を合わせて織っていくという時間も手間もかかる技法です。水色の地と水辺に浮かぶおしどりの柄、夏の着物にぴったりです。きなりの地にごぼうの柄をあしらった空節の帯を合わせました。こちらもすくいという技法で複数の色を使って柄が織り出されています。ぜひお近くにてご覧くださいませ。4人目にご紹介するのは稲垣しずさんです。毎日着物で生活しているので着慣れている格子柄を選びました。うぐいす色と茶色の格子模様の着物です。よく見ると細いラインがあり、
全体を爽やかな黄色みがかった色合いに見せています。主張しすぎないすっきりとした格子が着る人を可愛らしく引き立てます。落ち着いたベージュに染められた帯は他の帯よりも目が細かく上品な印象を与えます。太鼓の部分には青と水色の葉に淡い色の瓢箪がすくいの技法で描かれています。この日傘にはカラムシ織りの生地が貼られています。カラムシを通した日差しは優しい影を作り涼やかな夏の姿を演出します。体験生による紹介は以上となります。さて本日は特別出演者をお呼びしています。どうぞお上がりください。少々お待ちください。お待たせいたしました。本日特別出演をしていただくのは昭和村の馬場村長です。本日のフェアに合わせてカマムシ織りの着物帯を新調されました。昭和村の大事なカラムシをご自身が身にまとうことで世の中に広めたいという村長の心意気を感じます。ヤポイトに極細の天ミートを入れ込んだ風のごとく軽やかな風合いの着物、堅苦しさのない遮断な風情が漂います。それでは昭和村が誇る霞草を手にもう一度ステージに上がってもらいましょう。昭和村で生産されたカラムシの原馬が昭和村の方の手で糸に生まれ織られ着物となり帯となっています。なお本日ご紹介しました着物帯小物に関するお問い合わせは株式会社奥会津昭和村振興公社にお寄せください。以上をもちましてカラムシ織り19期体験生と昭和村長による着物ショーを終了させていただきます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。これからステージを降りまして30分程度の撮影会を行います。カメラをもお持ちの方はぜひご撮影ください。ありがとうございました。
あ、着いた。はい、どうも。どうも。また、よいしょ。